ハロー YouTube、どうもマサルです今回は、x i a o m i が海外で新しいスマートフォン Redmi Note 12シリーズを発表しましたので、そちらにつきましてご紹介したいと思います Redmi Note シリーズは国内でも販売されます x i a o m i のラインナップの中では、ミドルレンジとエントリーのだいたい中間ぐらいのモデル、より低価格でえコスパの高いモデルがこの Redmi Note シリーズになります 今回はその最新モデルである12シリーズが発表され特に魅力的なモデルも多数ある今回はかなり目が離せない注目のシリーズとなっていますでは早速今回発表されました r e d m i n o t 1 2シリーズどういったモデルなのかご紹介していきますまず先にラインナップからご紹介しておきますとまずは r e d m i n o t 1 2 5 g というモデル これが一番ベースモデルとなります。その他、上位機種である Redmi Note 12 Pro というモデル。こちらもハイスペックなモデルとしてラインナップされています。あとは Pro、Pro Plus、それから Pro。Pro モデルにつきましてはこの2つがありますので、合計しますと3つのラインナップから構成されているというのが今年の Redmi Note 12シリーズになります。 まずはベースモデルにあたる RedmiNote5G そちらからスペック特徴などをご紹介していきますまず外観としましてはこんな感じここを最近の x i a o m のスマートフォンでよく採用されているこんなカメラデザインになりますボディとカメラユニットのカラーを揃えて今風のデザインになっているというのがこの最新世代になりますモデル名にもある通り 特徴としましては、まず 5G に対応しているというところ。そこは一つの特徴で、5G に対応するためには、当然 5G 対応の CPU を搭載する必要がありますが、このモデルは、スナップアゴン 4GEN1 を CPU に採用しています。このスナップアゴン4というのは、国内ではほとんど搭載モデルがありませんが、以前でいうと、このスナップアゴン480とか、そういう400番台のスナップアゴンの現在の最新モデル、 これがスナップアゴン4シリーズになります。この CPU を搭載したことによって 5G 対応モデルとなっています。価格につきましては、大体2万円台から購入することができるモデルとなっていますが、それでもバッテリーよりは 33W の急速充電に対応しているのか、容量自体も 5000mAh と大容量のバッテリーを搭載となります。また、この約2万円で買える低価格なモデルでありながら、 有機 EL ディスペイを搭載したりカメラにつきましては4800万画素の高画素のカメラを搭載したモデルになりますですので RedMeNote シリーズということでやはり最新モデルとはいえとてもコスパの高いモデルとなっていますではもう少し細かいスペックそちらもご紹介しておきます なお、今回発表されたモデルにつきましては、中国市場向けのモデルということで、これからグローバル市場、そして日本モデル。発売されるとしたらどういったスペックになるのかというのは、完全に今回ご紹介する中国向けのモデルとは違いますが、ある程度は参考になるかと思います。メモリ、ストレージにつきましては、こちらのラインナップからなります。最上位モデルにつきましては、8ギガ256キャ、 8GB というのがいわゆる RAM 容量のことで 256GB というのがデータを保存するストレージ、ROM のところになります。最小構成では 4GB、128GB ということで最小構成であってもちゃんと 128GB のストレージ容量を備えていますので十分実用的なモデルといえます。またあまりこの辺気にする方少ないかもしれませんが規格は LPDDR4 のメモリー。 データ転送速度、そちらの規格につきましても UFS2.2 という区で、実は高速なアストレージメモリを搭載しています。本体のサイズにつきましては、縦 165mm、幅 76mm、厚さ約 8mm、重さは 188g となります。外観としましてはこんな感じ、USB 端子は当然 Type-C 端子を搭載しているほか、あとは SIM スロットに加え、こちら、 3.5倍のイヤモン端子も搭載となりますそしてディスプレイこちらは割といいディスプレイを搭載しておりサイズは6.67インチ 120Hz のリフレッシュレートに対応したディスプレイとなります国内でも2万円台でこの 120Hz 対応のディスプレイを搭載したスマートフォンというのは発売されていませんのでもしこのモデルが国内で発売されるはならば最安のこの 高性能なデディスペイを搭載したモデルとなります解像度につきましてはフル HD を超える 2400×1080 ドット横長のディスペイを搭載していますそしてこちらこちらが CPU の性能の部分で中国語で記載されていますので分かりませんがこちらは先ほどご紹介したスナップ g ゴン4 Gen1 これのこのとを意味しています最新の400番台のスナップドラゴンあ、現在は4番台という言い方の方が新しいかと思いますが、こちらを搭載しており、このおかげで高性能であり、なおかつ 5G にも対応したモデルとなっています。もちろん、もっと上位のスナップアゴン8などと比べますと、全然処理性能的には足りませんが、なんと言っても約2万円で購入できるモデルということで、 その他から考ええまますす。と、と十分高性能な CB 言えますバッテリーにつきましては 5000mAh33W の急速充電にも対応となりますそしてカメラはこんな感じでメインセンサーは4800万画素の広角レンズあとは200万画素のこれはポートレート用に撮影使いますが震度測定用のセンサーあとは800万画素のセンサー,ーというのも前面側に搭載しています そして通信につきましては 5G、えー、こちらのバンドに対応していますがこれはまああくまで参考程度に見ておくといいかと思います今後国内モデルが発売される場合はこの辺のバンド帯が少し変わっていきます Wi-Fi につきましてはこちら Wi-Fi の 5GHz 帯ということで最初の Wi-Fi6E などには非対ようなようですまあこの辺はコストを重視した端末ですので仕方ないところかと思います Bluetooth はバージョン5.1に対応 あと、必要なセンサーは一通り備えており、ユーザーインターフェースも最新の Me UI13 ということで、この辺の使い勝手というのも申し分ないかと思います。ということで、一通りスペックをご紹介しましたが、何か大きな欠点があるかというとそうではなく、2万円台で購入できることを考慮しますと、十分すぎるほどのスペックというのが、この最新の、こちら、r e d m i u Note 12 5G、この12シリーズのベースモデルとなっています。このモデルの特徴、スペックとなります。カラーラインナップもまあこんな感じで、無難な黒と白に加え、このブルーカラーも追加されているなど、どれも持ちやすいカラーということで、デザイン的にもとてもよく考えられているモデルのように感じます。そして今回は、 このモデルだけではなく、さらに上位のモデル、そちらも発表されましたので、そちらの方につきましてもご紹介しておきます。上位モデルは、Redmi Note 12 Pro、それから Redmi Note 12 Pro Plus、この2つのプロシリーズというのが発表となっています。 実はこの2つのモデルにつきましては共通する部分も多くあ CPU の型番も全く同じですので今回は片方 Pro Plus の方を中心にご紹介していきますデザイン的には 12-5G とほぼ同じデザインですがこっちらの方がより高性能なモデルとなっています何が高性能かと言いますともう全てにおいて高性能と言っていいかと思います CPU もより処理性能の高い CPU が搭載されていたりバッテリーも先ほどのモデル 125G も十分な 33W というとてもハイスペックな急速充電に対応していましたがこちらは 120W というおそらく世界的に見ても最速クラスの充電速度を搭載したモデルになりますあですので 5000mAh という大容量のバッテリーを搭載していますが満充電をするまでに20分もかからない とても速い充電速度が特徴のモデルですまた詳細なスペックはこの後でご紹介しますがこの製品カメラが特徴です 200MP と書かれていますがこれはいわゆる200万画素2億画素のカメラを搭載しています2億画素と言いますとここまで 今年発売されたモデルではほとんどありませんでしたが今回おそらく世界的にも初登場となる2億画素のセンサーこれはサムスン製のセンサーとなりますが世界最高クラスの高画素のセンサーをこのモデルは搭載していますもちろん画素数が多ければきれいな写真が撮れるかきれいな動画が撮れるかというと厳密にはそうではありませんがやはり高画素の特に写真において威力を発揮するカメラとなっています それに加え、マクロ用のカメラだったり、800万画素の超広角カメラも搭載した、とても使い勝手に良い,いカメラとなっています。では、こちらのモジュール、詳細なスペックはどうなのか、そちらも見ていきたいと思います。デザイン的には、r e d m i Note 12、5G とほぼ同じで、カラーラインナップも似たようなカラーとなっていますが、 これらはそれとは別にコラボモデルということでこのような2色の特別なカラーラインナップも用意されています本体のサイズにつきましても基本的に似たような感じ縦 166mm 幅 76mm 厚さ約 9mm 重さは約 210g となりますモデルによって多少重さに違いがありますが基本的には大体 210g ということになりますこちらは上位モデルとなりますので イヤホン端子、排出されているのではと思うかもしれませんが、ちゃんとこの上位モデルにも優先イヤホンを接続できる3.5倍の端子を搭載しています。そしてこちら、ここも一つ特徴ですが、CPU はこちら、1080という CPU が搭載されます。これはメディアテックの CPU のことで、d ィメンシティ1080のことを意味しています。 この Dimensity シリーズにはもっと上位の1200などもありますので最上位の CPU というわけではありませんが先ほどの 125G に搭載していましたスナップ g o ン4などと比べますと圧倒的にハイスペックな処理性能を持った CPU となっていますストレージにつきましては最大でメモリ12ギガストレージ256キあこのモデルが最上位モデルとなります逆に ベースモデル、スペックが低いモデルでも、RAM の方は 8GB あったり、ストレージは 256GB だったり、ということで、どのモデルもこの辺はハイスペックな構成と言います。ディスプレイはこちらも有機で6.67インチ。解像度も 125G と同じく 2400×1080 ドット。ただし、こちらはリフレッシュレート、をこのように 120Hz となっていますので、まあ、ここも同じです。 でで、すので基本的にディスプレイの仕様はサイズもこのリフレッシュレートのところも含め RedmiNo と 12-5G そちらと同じと考えていいかと思いますあと特徴的なカメラにつきましては世界初となる2億画素のセンサーを搭載しているほか、800万画素の超合格カメラ200万画素のマクロレンズこれが背面側のカメラとなります 一方、全面側につきましても1600万ガスととても高ガスのカメラが搭載されており自撮りで写真を撮影するという方にとっても使いやすいカメラとなっています。バッテリーにつきましては 5000mAh 充電速度は 120W となります。そしてこちら。 この特別なバージョンとして、Redmi Note 12、この探索版というのが用意されており、こちらはバッテリー容量が少し下がるんですが、210W という急速息に対応したモデル、これもあるようです。ただ、こういった特殊なモデルにつきましては、中国市場だけで販売される可能性がありますので、今後グローバルモデル、国内モデル、レッドしてならば、こちらのモデル、Note 12 Pro Plus、こっちの方が出るのではないかと思います。 あとはいえ、この世界最速と言って間違いない 210W の充電に対応したモデルというのもありますので、ここなどは今後各社どういったモデルを出してくるか分かりませんが、とりあえずは現状はこれが世界最速の充電速度ということは気に留めておくといいかと思います。通信につきましては当然 5G に対応しているほか、あとは Wi-Fi、Fi、こちらにつきましては 2.4GHz、5GHz ということで、こちら 一応 Wi-Fi6 には対応していますが 6GHz を使う Wi-Fi6E は非対応ということになります Bluetooth は 125G よりも一世代新しい Bluetooth5.2 に対応となりますその他は当然基本的なセンサーは搭載しておりこちらも同じく SHAMI の m i UI13 最新のユーザーインターフェースが搭載されており使いやすいものになっているかと思います ということで、こちら CPU などはあまり国内では聞き慣れないメディアテックの Dimensity 1080が搭載されていたり、ちょっとスペック的にはどのぐらいのモデルなのかピンとこないかもしれませんが、もう体感速度としてはスナップ版の8シリーズに相当するようなとてもハイスペックな CPU になっています。 厳密にはベンチマーク、そちらのスコアで言いますと、スナップ g o n 8には及ばないものの、体感速度としては十分そういったハイエンド機種と同等のモデルとなっており、なんといっても2億画素のセンサーを搭載しているということで、その辺の画像処理にも CP のパワーが必要になるかと思いますので、あえてこういったハイスペックな CP u を搭載したモデルとして、このモデルを投入するものと思います。 どうも、このカメラは暗視撮影の性能も高いようで、このように暗い場所で撮影してもノイズの少ない、きれいな写真が撮影できるようです。当然、動画性能につきましても、さすがに2億画素のセンサーをそのまま使うことはありませんが、いいカメラ、そしてレンズもかなりいいものが搭載さ,されているようですので、動画撮影の性能にも期待できます。 ということでいかがだったでしょうか。今回はまずは中国向けのモデルの発表となりましたが、Xiaomi の最新の Redmi Note シリーズ。今回は Redmi Note 12シリーズとして Redmi Note 12 Pro、それから12 Pro Plus、そして12 5G、この合計3つのモデルが発表されましたのでご紹介しました。 スペックを見ていて特に気になったのが、この 210W の充電に対応したモデル。これが発売されるということで、とにかく充電、忘れがちな人にとっては、こういった急速充電に対応したモデルというのは、朝の忙しい時間、短時間で充電できるというのが嬉しいかと思います。このぐらいの速度であれば、具体的には10分充電しただけでも、十分1日は持つぐらいのバッテリー残量まで充電することができますので、 ちょっと歯磨きをしている間、トイレに行っている間にもう1日分は充電できてしまうということで、ここまでの充電性能があれば、モバイルバッテリーを持ち歩くなくても、朝の忙しい時間充電しただけで十分な容量を充電することができますので、とても便利かと思います。デザイン的にもそこまで尖ったデザインではなく、カラーラインナップにつきましても落ち着いたカラーラインナップとなっていますので、持ちやすく、 そこまでこのデザインが好きではないという方そういう方はいないのではないかと思います今回は中国モデルということで一部コラボレーションモデルなども販売されているようですがこちらにつきましては今後グローバルモデルそれから国連モデルで発売される可能性はかなり低いかと思いますもし発売されるとするならばベースモデル この普通の RedmiNote 12 Pro だったり、12 Pro Plus、あとはこちらの無印の RedmiNote 12 5G、こういったモデルが今後国内モデルとして発売される可能性というのはあるかと思います。特に、x i a o m i は国内でも割と力を入れているモデルとして、この RedmiNote シリーズの力を入れており、まあ、その方面、 あまりハイエンドな機種そちらはあまり国内市場では力を入れていませんがもし今後国内モデルとして発売されるならばこの RedmiNote12 シリーズはもちろんですがハイエンドモデルもうシャ m ミ12だったりとにかくハイエンド機種そちらはあまり力を入れていませんのでそういったモデルぜひとも国内で発売してほしいと思いますもう 年末が近づいてきましたので、どのタイミングで出るのかというところは定かではありませんが、過去の国内でのスマートフォン販売スケジュールを見ていきますと、この r e ド m e n o t e シリーズは割とその年の末付近に発売されることも多くありましたので、もしかしたら今年11月とか12月とか、そういうタイミングで国内モデルが発表されるのかもしれません。 ただし、グローバル向けのモデルがまだ発表されていないということで、もしかしたら国内向けの RedmiNote 12シリーズは2023年になってからという可能性もありますので、その辺はまだ公式に発表があるまではあまり期待しない方がいいかと思います。もし今後、シャ a m i から公式に国内モデルとなる RedmiNote 12シリーズ、そちらの発表がありましたら、いち早くこちらのチャンネルの方でもご紹介したいと思います。今回は以上です。 グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。